初号一号は中華人民共和国が1960年代後半から1970年代初頭にかけて計画していた有人宇宙船。1973年の打ち上げを予定していたが政治的、財政的理由から1972年5月13日に計画は中止された。この計画は714計画として知られている。60年代に 中国の宇宙開発が発展していくにつれ、有人宇宙船の様々な案が生み出された。1966年動物を乗せたロケットの弾道飛行が行われ、計画が本格化していった。しかし、それから間もなく、計画に携わっていた主導的な科学者たちが、文化大革命中に球断され、計画は行き詰まった。1965年のジェミニ7号。 諸行一号は、ジェミニ宇宙船と相似な部分が多かった、冷戦時における、ソビエト連邦とアメリカ合衆国の月を目指した宇宙開発競争が頂点に差し掛かっていたとき、中国の首脳人は、ニキータ・フルシチョフの修正主義とイデオロギー的に対立しており、月を呼び、宇宙空間をベイソという二大超大国だけのものに、するわけにはいかないと考えた。 そして1967年7月14日、毛沢東と周恩来は中国独自の有人宇宙計画を始めることを決定した。中国初の有人宇宙船は1968年1月に諸行1号と名付けられ、宇宙医学研究を行う皇天医学皇天研究所が1968年4月1日に設立された。中央軍事委員会は中国、 人民解放軍空軍のパイロットの中から宇宙飛行士の選抜を開始する命令を出した。選考基準は身長が1.59メートルから1.74メートル、年齢が24歳から38歳、体重が55キログラムから70キログラム、総飛行時間が300時間以上だった。1969年末には、 適正審査を通過した1918名の中から215名の候補者が選出された。次の審査は飛行技術及び心理学的、生理学的、総合的な診断基準に基づいて行われ、88名の候補者が残った。パイロットの政治的思想も先行要素だったという。1971年3月15日に審査が終了し、 19名が宇宙飛行士に選ばれた。1971年4月の会議で宇宙船はアメリカの二人のリジェミニ宇宙船の設計に習うことが決定され、その後この計画は714計画とみなされた。1971年11月に宇宙飛行士たちは訓練を開始し、初のミッションは1973年を予定していた。初行1号は 調整2号 A ロケットによって打ち上げられる予定だった。初行1号は、ジェミニ宇宙船に極めて似ていたが、最大ペイロードが 3200kg の調整2号 A ロケットによって打ち上げられるため、ジェミニより軽く小さかった。乗員2人は、射出座席や装置がはめ込まれた、弱部に乗り込み、船体後部は、エンジン、燃料タンク、 その他のハードウェアが搭載される設計になっていた。機関時には、圧部が、船体後部と分離した後、大気圏再突入し、パラシュートによって海上に着水する。計画が内密であったこと、及び、中国政府内における、計画の優先度が低かったことから、714、計画の資金は乏しかった。計画に対し十分な資金を割り当てるよう、要求されたとき、 毛沢東は国家はまず第一に地上の責務を解決せねばならないと言明した。資金不足のため宇宙飛行士らは計画から離れ軍の部隊へ送り戻された。そして計画は公式に中止となった。70年代末と80年代の間中国有人飛行計画は続いていると公式発表されたが計画は全く進展しておらず、これらはプロパガンダに過ぎなかった。 714計画をサポートするため、四川省の最小市に新しい宇宙センターを建設することが決まった。最小はソ連との国境からも遠く安全だと判断された。初号1号はこの宇宙センターの第一発射台から打ち上げられることが予定された。計画終了の結果、この発射台は完成することがなかった。現在はその場所に、 役人用の展望台が建てられている。有人船の開発は頓挫したものの、1979年に、大気検査突入機回収のための遠望型衛星、追跡艦が収益した。開始開始機衛星、エヴァ用ー諸行宇宙服、宇宙食、トラッキングステーション、レーダー、宇宙飛行士選抜プロセス及び訓練、その他関連施設などが開発された。これらの施設、 経験は30年後の新種宇宙船成功の要因となった。ありがとうございます。